その頃は一般的に企業様と変わらないかなとは思いつつなんですけど、20代の後半ぐらい1個ポンと上がるところがありまして、そしたらどのくらいになりますか？残業込みでまあ600超えてくるぐらい。おーおーおお、なるほど。その後まあ30手前ぐらいで、ここが最速で残業代込みで1000万いくかどうか。へえ、やっぱ高いっすね。水準としては高いかなと思いつつ、その2個目の30手前のところの昇格っていうところでいくと、やはり結構人数が絞られてしまうというか、一発でなかなかいかないっていうのは結構あります。最速いかなくても、次の年だったり、その次の年だったりで行くっていうのはあり得るんですか？そうですね。何回かチャレンジはできまして、一定の年齢の幅で。なので、まあ少なくともまあ30の半ばぐらいでは、それぐらいにはなれるのかなと、普通にこう、仕事をしてればっていう。なるほど、なるほど、なるほど。早ければ30ぐらいで1000万。で、まあほぼほぼ頑張ったちゃんとやってれば30半ばぐらいで、まあみんな1000万ぐらいにはなるよねっていう、そういう水準ですかね。そうですね、おっしゃる通りです。関西にずっと入れてそのぐらいの水準もらえる企業ってなかなか多くないと思うので、そういう意味ではすごい、その部分が好きな人にとってはすごい魅力的ですよね。関西に行っちゃいかず基本来たくてっていうところ。